連合軍はオーディンの支配地の一つを攻略する。クロウの甲斐あってイグドラシルに関する有用な情報と新たな仲間アキレウスを得ることができた。次に目標とする地点は戦艦への入り口からほど近い場所にある。太公望は他の英傑らを引き連れその地へと進軍した。ここもオーディンが先んじて抑えたという要地か。今は妖魔どもが守りを固めておるようだが。妖魔ね。向こうにいる間近くで見ることが多かったが、面倒な相手には違いないな。ガイア殿、早速オーディンの幻を呼び出してください。奴らがこちらに気づく前にとっとと片付けてしまいましょう。そうね。それじゃ始めるわよ。これでよしと。幻は呼び出したわ。おそらくこの土地のどこかにいるはずよ。大地の記憶を具現化しちゃうなんてガイアさんってすごいんだね。それじゃ早くみんなで会いに行こう。いいだろう。全知全能たるこの私が先導。いや待て、この気配はまさか。太公望殿、背中に虫でも入ったか。それにしても思わせぶりな態度で出鼻をくじかないでもらいたいな。すまない、少々お勘がしてな。何、こちらの話だ。キコーラは気にしないでくれ。奴が近づいているというのか、この異界に。オーディンの気配、確かに感じるわ。東の方へ進んでみましょう。速やかに幻と接触して退散するとしよう。尺に触る気配が近づいてきているようだから。あれ、さあ、あいつら何か探し物か。こりゃ面白そうじゃないの。俺様自慢の分身でかき回してやるぜ。よりによってこんなところに現れるとは、いまいましいやつだ。騒ぎを大きくされる前、私が縛り上げよう。頼もしいじゃない。けどあのお猿、面倒な子だから気をつけてね。ご忠告に感謝する。我らにとっては今更だな。キコーラは先にオーディンの幻を追ってくれ。なんだか楽しそうじゃないの。これも仲間に入れてくれよ。今なら分身同士毛繕いでもしていれば良いものを。相変わらず面倒なやつだ。いたずらざるめ、鬼柴田が一体残らず急を据えてくれん。ほら悟空、またみんなを困らせて。こうという今日は許しません。いっ、お師匠様が怒ってる。こりゃとっ捕まるわけにはいかねえな。披露する。手加減なしだ。オーディンの幻は城の中にいるみたい。僕が壊したよ。城内の敵を倒しながら探すしかないわ。俺に出ろって。この程度の連中、私の敵では。さっさと片付けるとしよう。暴れちまうぜ。目の前で活躍されても悪くない気分。お前は特別だ。
僕ったらすっかり調子に乗っちゃって。太鼓坊さん大丈夫かな。自信満々って感じだったし、きっと大丈夫よ。まあ彼っていつでも自信満々だけど。悟空やりすぎちゃダメよ。あなたはすぐ調子に乗るんだから。さ、これで幻に近づけるわよ。指の運命に打ち勝った証。ラグナロクを生き延びてきました。私の宝。よかろう。ここは弱い場所。弱いね。我が宝を運ぶのにふさわしい。弱いね。まどろっこしい言い回しね。つまりオーディンがユグドラシルを手にしたきっかけ、それがラグナロクだったってことかしら。この地から得られる情報はもうないみたい。さ、戻りましょうか。なになに、もう帰っちゃうの。寂しいこと言わないで、もっと遊んでこうぜ。けどお師匠様の説教は勘弁だ。ってことでこれならどうよ。オッケー。まったく呆れたお猿さんね。私たちを閉じ込めてどうするつもりなの。何、退屈はさせないって。ちょい強めの奴らがお相手するぜ。弱いね。孫悟空、イラム・サルジエを働かせたものだった。放置しても城内の仲間が全滅しかねない。猿に栄達の道を断たれるなど冗談ではない。まったく勘弁してほしい。やれやれ、異界の様子を見に来てみればこんなところでも悟空が暴れていたか。この覚えのある偉そうなケーキ打ち取ったぜ。よーせ、ついに奴も異界へやってきたようだ。タラヨット。ひとまず邪魔な分身を消してやるとしよう。妖精、あいつがここに嫌がんだ。こうなったらまとめてボッコボコに。いやダメだ、あいつとやり合うには準備がいるな。妖精、あの気配やはり飛行だったのだな。城内にいるのならさっさと門を開けてくれないか。その声は太鼓坊、君だな。私一人でも手は足りるが、お望みなら開けてやろう。その鼻持ちならない態度は相変わらずか。まあいい、手加減なし。今は城内の仲間を救援するとしよう。僕が壊したよ。お見事、御意のままお進みあれ。俺に出ろって。暴れちまうぜ。目の前で活躍されても悪くない気分。お前は特別やっちゃう。よかろう、我が呼び声に応え。新鮮のうちヒロを作るのか。いつも前線で張り切ってるよね。疲れたら私の踊りで癒してあげるから。受け止めてみるがいい。はい、今日は
に出ろ。よくない。ありがとう。おかげで助かったわ。ところで、あなたは一体？ゆえあって戦界から来た妖仙という。詳しくこの状況が落ち着いてからとしよう。太陽戦！さっきはよくも邪魔してくれたな。そうじゃなくてもお前には山ほど恨みがあんだ。呆れるほどしつこい猿だ。ようやく分身と怪物を片付けてやったというの。まったく悟空ったら。私たちもうヘトヘトだよ。悟空、随分とやる気になっているようだ。これ以上面倒な状況になるのは片付けるとしよう。軍を二手に分け、北と南から攻撃する。私は北へ回ろう。南は言わずとも分かるね。その程度の策、私とて思いついていたぞ。まあ、ね、南は引き受けてやる。私たちは南へ回り、悟空を釘付けにするとしよう。おとりがおらねば妖仙の奇襲も成り立たんからな。僕の番だ。太公望と妖仙って不思議な関係だわ。仲良しじゃないけど、お互いに認め合ってるのね。そんな功で満足してもらっては困るな。気候に対する私の期待ははるかに高い。あなた、こんなにすごかったんだ。偉い偉い。覚悟しなよ。今日の俺様は一味違うぜ。うきき、妖仙のやつ小賢しいで使いやがって。これまでの恨みいつかまとめて返してやるぜ。妖仙さん、来てくれて本当に助かったよ。何かお礼しないとね。ならば君たちの話を聞かせてもらおうか。この異界で何が起こっているのか興味があるのだ。みんな紹介するね。彼は妖仙さん。私たちと同じ戦界から来たんだよ。しかし妖仙、なぜ今更ここへ来たのだ。ずいぶんと出遅れたものではないか。君と違って私は暇ではないのだ。異界の混乱を収めたくとも、その前にやることが山ほどあった。妖仙さん、いつも忙しそうにしてるもんね。なのに来てくれて本当助かったよ。そんなことより、まず現状を把握したい。そうだな、君に話を聞くのが早そうだ。私に？ふん、有能な人間を一瞬で見極めるとは偉そうなだけではなさそうだな。指名とあらば手短に説明してやらんこともない。なるほど、状況は理解できた。敵の攻撃を退けながら肉体と分離した魂を探し滅ぼすとなると、いささか厄介だな。そうなんだ。でも妖仙さんが力を貸してくれるならとっても心強いよ。いや、まだ君たちと手を組むとは言っていない。まずは君たちが助力するに足るかどうか見極めさせてもらおう。まったく、何様なんだこいつは。太公望殿、あなたのご友人らしき御人はまた随分と面倒な太刀のようだ。これで先ほどのおかんの正体を分かってもらえたのではないかな。
妖精、助力する気がないというなら仕方あるまい。ならば心ゆくまで見物しているがいい。全知全能の私がことを滞りなく進める様をな。はあ、妖精さんも太公望さんも相変わらずだな。二人が仲良く力を合わせてくれればいいんだけど。うん、うまくいきすぎだぜ。